さんこんにちは、くみことしなくみです。さあ今日はですね、シリコンゴム2つでできるデートにも使える超簡単なヘアアレンジの方法を紹介していきたいと思います。これ前からね、ずっとやるやるって言ってやるやる詐欺でね、やってなかった動画なんですけど、ちょくちょく私の動画でも出てきたりとか、私のインスタグラムでも出てくるこのヘアアレンジね、やり方教えてってたくさんの方が言ってくださるので、ついにちょっと今日やっていきたいと思います。本当にね、遅くなって申し訳ありませんでした。それでは今日も行きましょう。あかりの女子力動画、スタートです。では早速やっていきたいと思います。髪の毛は、なんかね、ちょっと私も朝撮影してて、その時に巻いたやつが残ってるっていう感じなんですけど、髪の毛は巻いててもストレートでもどっちでも大丈夫です。巻いてるとちょっと大人っぽくなるかな。ストレートだとちょっと幼くなるかなっていう感じです。じゃあ、まず髪の毛をこんな感じに半分ぐらい取ります。これこんな感じね。で、どこにでも持ってるシリコンゴムを用意します。で、ここで髪の毛をくくります。で、この時に上の方にするとアレンジ自体が上の方に来るし、下の方にするとアレンジ自体が下の方に来ます。まあ自分の好きな位置を見つけてください。私は結構下目が好きかな。で、この辺でくっときます。こんな感じ。じゃあ、くくったゴム自体をちょっと下に下げます。で、下げたら、ここに穴を開けます。こんな感じにね。穴を開けて、穴を開けたところに、この束をくるりんぱします。こんな感じ。もう一回いくね。穴を開けて、開けたところにこの束を入れます。こんな感じ。で、このまんまゴムをまた上にキュッと。上げてあげます。たったこれだけですね。で、まあ、雰囲気を見てこの辺の毛をちょっとだけ引っ張り出すと、このゴムが目立たなくなります。はい、たったこれだけの超簡単ヘアアレンジですね。じゃ、こっちもやっていきます。こっちはじゃあ下の方で作ったので、こっちはちょっと上目にしてみますね。こんな感じでできました。どっちが好きですかね、皆さん。下目にやるとこんな感じ、上目にやるとこんな感じ。まあこれは好みですね。私にもね、日によって使い分けたりするんですけど、どっちかっていうと私は下目の方が好きかな。大人っぽくて、もっと高校の毛とかをこうクシュクシュクシュって取ったら、より今時風の無造作感とかゆるさが出たりとかしますね。ちょっとじゃあ今ちょっと左右非対称なので、こっちに合わせますね。はい、こんな感じでこっち側も一応合わせてやってみました。本当にね、この髪型はですね、毛の取る量だったり、あとはやる位置だったり、あとはこう、後から出す毛の感じとかで、本当にいろいろ雰囲気が変わってくるので、自分の好きな形を皆さんもぜひ見つけてみてください。ということは、くくって、その中をフルリンパするだけの、本当に単純なことなので、ちょっと難しいのは、その位置とか取る毛の量ですかね。それ以外は本当にやってること簡単なんですけど、自分にしっくりくる毛の量とかその位置が見つかるまではちょっと難しいかなと思うので、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。でもなんかこの普段あんまりやらないようなこういう髪型って、すごいデートの時だったりとかプライベートで遊びに行く時やっていくとおしゃれ感が出ると思うし、やってることはすごく単純なんですけど凝った感じに見えると思うので、本当にシリコンゴム2つでできるので、皆さんもぜひお友達にね教えてあげたりとかしてください。はい、というわけで今日はですね、シリコンゴム2つでできる超簡単なデートにも使えるヘアアレンジの紹介をしてみました。この動画が参考になったって方はぜひチャンネル登録とお友達にシェアよろしくお願いします。というわけで今日も見ていただきありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。あかりんことしたかりでした。バイバーイ。あ、ツイッターとインスタまだフォローしてないよって方はぜひお願いします。
What? 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 What?